ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、データサイエンスのややこしさについてちょっと話していきたいと思います。はい、データサイエンスのややこしさ、これはね、難しそうだね。面白いよ。面白いんだ。面白い。やっぱなんか元々もうデータサイエンス学んでる人は、うん、あ、確かにってなると思うし、うん、まだ学んでない人に関してはそういうことがあるんだって感じ。先取りできるよね、ちゃんと。深夜に話せる他の人に、うん、で、まず何がややこしいかって、一つ目、職業ですね。職業、職業、これはね、ややこしいよ。もうデータサイエンティストって言っても、どっからどこまでがデータサイエンティストなのかっていうのが、あ、なんか普通に分析する人っていうイメージだったけど、そういうわけではない。そういうわけではない。あ、そうなんだ。だからその求人とか見てもね、なんか違う名前があるのよ。リサーチャーとか、AI エンジニアとか、データサイエンティストって雇ってるのもあるし、あ、そうなんだ。そう。そのデータアナリストとか。うん。アナリストね。データアナリストとか。うん、どっちか噛んだけど、データアナリストとか、もうなんか、あとデータエンジニアとか。うん。まあ、そこ入ってるのが微妙だけど、みたいな感じで、もう、どっからどこまでが、要はデータを扱う人だったら、かなり、なんか広い範囲に入るよね。だから、なんかもう、応募してる業種で名前が違ったり、要はその、その名前と業種がちゃんと一致してるのかとかあるし、これ、1個目、ややこしい。はい、職業。職業。はい。で、次に、next。2つ目。2つ目はですね、分野だよね。分野。分野。分野か、難しいです。要は統計学、うん、統計学はどこからどこまでなのかね。ああ、確かに。そう、どこまでが統計学なのかとか、トピックが難しいね。そう、うん、機械学習とかね、機械学習、どこからどこまで、ね、機械学習とか、うん、でよくあるのが統計学と機械学習の違いはとかね。全然わかんない。なんかね、なんか微妙な重なり合いしたり、なんかね、こっちの分野でもあるし、こっちの分野でもあるし、みたいな、いろんな分野が、ね、交差してんのよ。廃藩ではないんだ。廃藩ではない、ね。廃藩ではない。あ、廃藩してる。これ確率でやってんのよ、全員。廃藩したりはさ。廃藩でしょうですね。あの、重なってるんだよね、ベン図がこう。重なってないのか、廃藩。重なってないのね。重なってないのね。ごめんなさい、皆さん。間違えてしまいました。で、まあ、そういうやつで、まあ、だからね、終わらなくていいから。分野がね、こういろいろ重なっているのがややこしいと、うん、これはね、マジだから勉強するとき書籍によってね、内容が違うのよ。同じタイトルでも、うん、要は統計学の書籍でも内容全然違うの書いてある。なんかね、そうだね、何選んでいいのか分かんないよね、始めるときに。だからね、なんかね、そこの分野の交わりっていうのもややこしさの2つ目ですね、うん、はいはい、分野ね。で、次に、はい、これはなんか最初言ったやつとか、まあ、その、要は職業とか分野にも関わってくるんだけど、はい、定義。定義。データサイエンスとは、とか、データサイエンティストとは、とか、機械学習とは、とか、この定義が人によって違うのよ、全然。確かにね。なんか曖昧、統計学って言われるとちょっと曖昧な部分がね。そう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 。あるよね、これっていうのは。なんか、優位水準 1% か 5% なのかとか、あるよね。なんか決めがたいよね。できてるのか分かんないけど、なんでそれ選んだのか分かんないけど、まあそうだね。そうだ、その定義がね、いろいろね、曖昧だから、なんかもう、どことどこが混ざって、それぞれどれなのかっていうのは、うん、まあ別に、これが定義っていうのはないんだけど、そうだね、自分で定義できるようになった方がいいかも。統計学はこういうことって。曖昧に、曖昧に。ちょっとよく分かんないけど、まあそうだね。要はそのトピックごとに、残すよ。トピックごとに、要はその、どういう定義なのか、これはこういうことっていうのを自分で説明できるようになると、だいぶ分かってくると思うから、うん、まあ、ややこしさの、これは3つ目ですね、定義。はい、3つ目。で、次に、4つ目。はい、うん、4つ目。手法。まあ、どっちかっていうと、手法の名前かな。手法。そう。一つの手法に、たくさんの名前がついてる。読み方がある。まあ、要は、単回帰分析とか、単回帰分析は単回帰分析じゃん。そう、回帰分析とかも言うし、重回帰も一応単回帰に含まれてるじゃん。ああ、そういうことか。そうとか、うん、まあ線形回帰モデルの一部でもあるし、はいはいはい、一般化線形モデルの一部でもあるんだよ。ああ、そう。まあでもそれはね、まあなんか別に単回帰分析って言われればなんか単回帰分析ってわかるけど、うん、例えばちょっと難しいので言うと LDA。
あ、やったね。LDA トピックモデルみたいな。そう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 。全然違うじゃん、英語と日本語。LDA って言われるのと、トピックモデルって言われると、全然違うモデルだと思うじゃん。全然違う。だから最初、LDA で勉強して、トピックモデル分かるって言われても、それ知らないな。頭文字にもなってないしね。よくよく聞いてみたら、うん、あ、それ LDA じゃんってなったり。あ、そうなの、違うんだよ、そこで。あと特に、ニューラルネットワークだね、やっぱ。え、ニューラルネットワークだって NN って言ってニューラルネットワークじゃん。ニューラルネットワークっていうし、ディープラーニングっていうでしょ。あ、深層学習とかでしょ、うん、みたいな感じで、なんかいろいろあるんだよ。あとはパーセプトロンとも言うけど、確かに、ね、まあ、それの拡張で、みたいな感じで、こう、一個の手法で、いろいろな呼び方をしたり、まあ、段階決めたり、お邪魔になっちゃう、ね。いろいろな範囲入ったりみたいなので、うん、なんか、なんか、全然聞いたことないやつでもワンチャン知ってるトピックかもしれないから教えてってなる。確かに。なんかこれかなみたいなのが、まあ4つ目かな、ややこしいな。あ、ややこしいね。めちゃめちゃややこしい。だからデータサイエンスはかなりややこしい。ややこしいね。ややこしいやー、ややこしいやー。はい、最後まとめなんですけど、まあ、今回はですね、データ分析の、まあ、データサイエンスのややこしいところ4選ですね。職業、分野、手法、定義、この4つ、まあ、それぞれややこしいと。まあここがこう全部なんか自分で明確になるとね、だいぶ、うん、ブルースウルトはさらに上っていうことで、これ火が開かないんじゃないと分かんないんだけど、そういうことですね。はい、いかがだったでしょうか、今回のデータサイエンスのややこしさ4選。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。